どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてあれさっきキッズもうちょっと何で座ってるんですか。キッズシャミット来てくれてます。皆さん大きな拍手。ちょっと予定では一緒に出ていくはずでしたよ。始まる15分前くらいからずっとみんなとね。でもそれだけ嬉しいですね。たくさんファンの方来ていただいてます。ありがとうございます。さあこのジャイアンツスクエアなんですけれどもルールがありますのでちょっとこちらの方もねお話しさせていただきたいんですが、先ほどこの大型のビジョンにも映ってたと思いますけれどもエリア分けがあります。これから始まるステージを動画を撮りたい写真を撮りたいという方は階段一番下に降りていただいてそこからの撮影は OK です。大丈夫です。で、観覧エリアこの黄色いコーンがあります。その階段のところは座って見ていただけるんですけれども写真撮影動画の撮影できませんので、こちらの方もご了承いただきたいと思います。そしてね、なんと言っても昨日も今日もですね、おとといもですけど暑い試合になりました。今日は日差しも非常に暑いので水分補給もしっかりと皆さん取っていただいて今日一日盛り上げていただきたいと思います。さあ皆さんジャイアンツ連勝しました。イエーイ。いやーでも本当にねジャイアンツにとっても素晴らしいスタートは切れてるんですが、やはり相手は伝統の一戦阪神タイガース強いですから、昨日僕レジェンドシート担当させてもらっていてエモヤンことね江本武則さんが言っていたのがまだ2連敗ぐらいだったら阪神のベンチは落ち着いてると、でここが火をついてくるのは3連敗したらちょっとここはって言ってたので、ぜひ皆さんの力で3連勝していきたいと思います。皆さん応援の準備はいいですか。OK! ぜひ皆さんで大きな声を出して盛り上がっていきたいと思います。さあここからのイベントどのようにスタートしていくかというとね、キッズジャビットがお題を持ってきてくれてるということなのでここで発表していただきたいと思います。それではお題いきましょう。せーのドン。あ、こちらじゃこう見せようかな、こう見せようかな、こっちに見せる。はい、そう、はい、来ました。そうです、皆さんヴィーナスダンサーに行きます。ぜひ大きな拍手で読んでいただきたいと思います。ヴィーナスお願いします。続いてのコーナーに行きたいんですが、あ、来てくれました。はい、さあヴィーナスキャプテンです。今一度大きな拍手。ありがとうございます。ヴィーナスキャプテンの伊藤瑠奈です。はい、よろしくお願いします。お願いします。瑠奈ちゃん、昨日の試合もすごかったですよね。はい、はい、もうホームランが2本も、そうですよ、続けて連続で見れると思わなくて、はい、私たちも大興奮だったので本当にいい試合でしたね。入った時ってホームラン打った方にジャミット人形を渡してるじゃないですか。あれの時ってどうなんですか、はい、どうですか。昨日落とした。ここにないですね。昨日いないのか。いるような感じだったのに。次は、はい、ミユがホームラン担当していました。じゃあ勝谷さんに渡したわけですか。うわっ、そうなんですよ。なるほど。実は、はい、ミユはホームラン担当昨年もやっていたんですけども、一番ホームランを出したのが多かったんですよ。打ったわけじゃないけどね。まさに女神なんです。女神来ました。そうなんです。なので、はい、開幕戦のホームラン担当はミユに。おお、ありがとうございます。わかりました。そうなんです。さあそうなってくるとここからまた企画に行きたいと思いますけれども、はい、ジャミット君、はい、次のコーナーね、ケチャミ行きたいと思いますんで、はい、フリップの方お願いします。あれ持ってない、これないの。あ、こっち映すの。映すのか。わかりました。さあそれでは次のコーナーをこちらの大型ビジョンに移していきたいと思いますので皆さんご覧ください。こちらです。おフラッシュクイズ、ぜひどういったものなのかまず見ていただいて、はい、いきます。わかる人っていう、はい、わかりました。で今こういった形でわかる人、じゃあちょっと答えていただきましょう。一番目の前にいる子、はい、じゃあここで今、ね、ピンク色のユニフォーム着て、はい、じゃあちょっとヴィーナス行きます、はい、あ、じゃあ大きい声で言える、そこで立ってもらって、はい、じゃあ今の答えは何でしょうか。14、どうでしょう。正解。こういった形でちょっと予選をや
やってですね、はい、予選で勝った方はこちら前に来ていただきます。で決勝をして、まあ、その中ではちょっと素敵なものをお渡しできればと。素敵なものをことになりますので、わ楽しみですね、はい、なので今ので皆さん分かりましたね。要領的に早く手を挙げた方がビーナスのみんながね見つけて、じゃあ答えてくださいっていくので、そこで答えをしていきたいと思います。飛んでいくので、はい、すぐ分かったらすぐ手を挙げて教えてください、はい、そしたらビーナスのみんなで、ね、はい、みんなで探しに行きます。声を聞きたいというふうに思います、はい、さあそれでは準備よろしいでしょうか。いいですか。それでは行きたいと思います。それでは行きましょう。フラッシュクイズ1問目、さあどうか、どうなる、来ました。お、いい、緊張するねこれ。ほっ、おっ、おっ、どうだ、分かるでしょ。はい、どうでした、どうでした、分かりそう、今決めて、おっ、おっ、いくつ今ね、マイク入ってないかな、ちょっとマイク、はい、13、どうだ、あ、正解、マイク今上がってなかったから大丈夫、大丈夫かな、はい、じゃあ今おめでとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ今ね、今ここで今勝ちましたら予選勝ったということで、はい、こちらでちょっと決勝に進んでいただきます。はい、はい、こういったの得意不得意があるかもしれないですよ ね、 すね。なので分かった方これだけたくさんいるので、ちょっとアピールも必要だと思います。しっかり手を挙げて、はい、もう元気よくお願いします。キツジャミと共にこちらの方で待っていただきたいと思います。さあそれでは2問目いきましょう。2問目こちら、さあどうかな、クラシックイズ座った方がいい、大丈夫、座ります、行きましょう。3、2、1、どうだ、まだだった、分かるでしょ、分かんない、さあどうだ今、あ、お、アピール、アピールお願いします。いいですよ、お、どうでしょうか、はい、すごい皆さん、はい、すごいみんな分かってたんですけど、17、どうでしょう、すごい、でも嬉しいことにね、今目の前にいた阪神ファンの方も手を挙げてくれてたんですよ。嬉しい、ね、ありがとうございます。どんどん行きましょう当たらなかったけど分かってたんですもんね、参加していただいてありがとうございます。タイガースファンも嬉しい。さあここで2人決まりましたけれども、まだいけるということなので行きましょう。3本目お願いします。何個出てくるかも分かんないからねびっくりしました、はい、場所もね、場所もいろんなところ出てくるので、本当ですね、よく見ててください、ね、皆さん、お、早い、あ、早くなってきてる、お、じゃあ、ある人、早いよ、早今早い、さあどうか、分かった人、分かった人、お、どうでしょう、お、19、19、すごい、正解です、すごい、全然分かんなかった、っていうか途中で諦めた僕、私も見えませんでした、はい、いいですね、さあこれ3人来ましたので、まだいけるのかな、お、次、文字、お、次はこう数字ではなくて文字だということなので、じゃあこれはもうこのまま本番でいいですね、はい、じゃあそれではどんな文字が出てくるのか分かった方は手を挙げてください。それではいきましょう。どんな感じなんでしょう、ですね、数字とはまた違いますから、文字が出てくる、本当文字って書いてある、お、どんな感じ、一個ずつ出るのかな、どうなんだろう、どうなんだろう、おい、びっくりした、右から行って今の、早い、え、分かった、分かった、分かった、阪神ファンの方分かってる、行きましょう、開幕戦、お、開幕戦、違うって、惜しい、参加してくれたけど分かってる人手を挙げて、分かってる人、はい、お、作戦会議、お、作戦会議、作戦会議、違う、違う、違う、分かる人いる、あ、今コメントで3連戦、違う、はい、これは難しいですね、もう一回やった方がいいのかな、大丈夫かな、お、分かった人、分かった人いる、分かった人いる、あ、はい、お、じゃあこれ行ってみましょう、どうでしょうか、新幹線、違う、あ、分かる、目の前すごい、いろんな答えが出ますね、桜前線、確かに時期は時期だけど、どうだ、違うんだ、もう一回見ます、じゃあもう一回いきましょうか、もう一回同じのいきます、同じのでいきたいと思いますんで、なんとなく皆さんイメージはできてると思います、難しいですね、さあそれではいきましょう、お願いします、よく見ててくださいね、面白いこれ、あんな速い、まさかあんなスピードでいくとはね、びっくりしました、分かる、分かった人、分かった人さあどうだ、分かった人いますか、さあ会議、作戦会議、最後さっき作戦会議って
言いましたよね。違うんです、違うんです。さあどうだ、分かる人手を挙げてアピール、いる？さあ、じゃあ前に来てもらってもいいですよ。マジ、あ、じゃあはい、前に来て。桜の開演、開演、桜の開演、違う。ただ問題変えます、問題変えます。ちょっと難しすぎたので。で、答え何だったんですか。答えは開花宣言。長い、長い。でも確かに今時期としてはそう、そういうのが出てくる。わかりました。で、今度問題を変えていきたいと思います。それでは皆さん注目してください。お願いします。ちょっと待って、わかりました。いや、こんなスピードで出ると思わなかったです。この季節のネタとかあるわけですよ。うわ、まさか。あ、くるくるくる、来ますよ、来ますよ、来ますよ。はい、行きましょう。さあどうだ。焼肉定食。焼肉定食どう？正解！すごい！はい、じゃあこれで予選終了になります。勝ち方の皆さんにお見せしよう。さあ、今勝ってる方、こちら真ん中に来てください。ここから決勝していきたいと思いますので、誰が勝ち抜くのか、ここでもう決勝ですから、1回でこの今いる5人で決めていきたいと思います。ルールは先ほどと一緒です。見ていただいて、そこで分かったらこの5人の中で手を挙げて、早かった人に答えていただきます。そしたら素敵なプレゼントをご用意しています。それでは行きましょう。こちら見てくださいね、見てて、見てくださいね、よく見ててくださいね。はい、それではお願いします。いけますか？多分いける。いけますか？これ一回答えてみます。一回答えて、はい、これちょっと早くなかったですか。31。どうでしょう。うわー、違いましたね。ちょっとこれ早すぎません、決勝だからって。大丈夫ですか？すいません、絶対スタッフね、決勝だからって遊んでますよ。さあ、ここで皆さん答えていただきたいと思います。問題お願いします。いきましょう。さあどうですか。足し算です。来ました。足し算。はい。さあどうですか。手挙げられる？分かった。分かった。早い、早いもの。お、来た。来ました。お、どうだ。さあ分かったかな。あ、でも今後ろに手がいってるから分かってないのかな。分かんないか。分かった人。お、お。ちょっとどうでしょうか。やってみましょう。はい。19。19。19。おめでとう。さあ、見事優勝された方にはですね、プレゼント、アフターゲームオープンフィールドお連れします。うどういうものかというと、試合が終わった後、ね、グラウンドに降りていただいて、勝った場合は、ね、はい、ヒロインと間近で見れたり、選手ハイタッチができるこちらの方になりますので、このステージが終わってからこちらちょっと説明させていただきますので、ご家族とかいらっしゃったらこちらのステージに来ていただきたいと思います。はい、でも頑張ってくれました。4人の方にも、ね、参加してくれましたので、選手カードプレゼントしますので、はい、こちらの方おめでとうございます。プレゼントになります。はい、ありがとうございました。こういった形の、でもあれですね、参加型のちょっと面白いですね。いや、楽しかったですね。はい、何か皆さんも頭の体操ができたと思うので、ここから準備しっかりして戦っていきたいと思いますので、やはりここは最後にみんなで試合に向けて、ね、キャプテン、はい、やっぱりここは勝っていく3連勝というのがありますので、気合い入れしていきたいと思いますが、気合い入れでどんな言葉でいきましょうか。もちろん、はい、ジャイアンツゴーでゴーでいきたいと思います。じゃあこうキャプテンがジャイアンツと言ったら、みんなで拳上にゴーという形でいきたいと思います。はい、ね、今集まってるみんなでいきましょう。皆さん準備はいいですか。いいですよ。いきましょう。ジャイアンツゴー。ありがとうございました。ありがとうございました。ジャイアンツクエアでした。フィットするみんなにも大きな拍手をお送りください。そしてキッズのみんなにも大きな拍手を。ありがとうございました。またみんなでしっかりと勝ちにいきましょう。3連勝していきましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。